一個もらったけど、何を持って歩いてんねん。はい、ということでね、戻っていきましょう。しょ、さっきのね、町屋なんとか館行ってみようかなと思ってね、柿持ってね、町屋館に入ってみよう。ここやここや、町屋館。気を持ってるけど、重たいのをしゅうくんが持ってくれた。じゃあ柿だけ一個だけ持って町屋館入ります。町屋館に入りましょう。なんかいっぱい置いてある。上司の方に記入お願いします。はい。あ、ここに、はい。大きな紙とあの小さな紙、あ、こっちと、はい、2枚書いていただきたいんです。はい、あ、ちょっとここへ置いてください。あの、食べるものなんです。お願いします。町屋館と申しまして、はいはい、吉田内閣の時に初代の防衛庁長官や法務大臣をしていた木村小手太郎さんの生家になります。はい、家はその方のお母様の実家で、木村ではなく辻家のお家だったそうです。はい、昔は油屋っていう屋号ですけれども、お米問屋さんをされていたと聞いてます。築240年以上経つ家ですけれども、30年ほど空き家になっていたものをご上司が買い取って3年間かけて修復したものです。また剣道連盟の初代の会長もされてたと聞いてます。で、この土間の奥に中学校まで実際に使っていた勉強部屋が当時のそのまま残ってます。で、勉強部屋からまたずっと奥へ行っていただきましたら、米蔵だったところをそのまま利用して今お手洗いになってます。中まで入って天井を見ていただいたら、あの天井が高く針も残ってますので、よかったらずっと奥まで一回行ってみてください。はい、戻ってきてその隣のお部屋からもしよかったらあの靴脱いで上も上がれますので、また上上がって展示してるものを見学してください。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、はい、町屋館ってね、吉田内閣の実家らしくてね、すごいなんか古いのがあって、懐かしい。これうちにあった方がいいんだよ。あ、これうちにあった。懐かしいな。今日遊んで怒られてん、これ。実はね、あっちゃんのお母ちゃんもこんな道持ってんねん。いいあんねんで。懐かしいな。はい、ほらの、このね、五条市の小野町店。すごいすごい、テレビもすごい。ではね、ちょっとここからよー、すごい。なんかね、実際にあの勉強してた勉強部屋がこの奥にあんねんて。すごいね、井戸なんよ。あ、井戸ある。
終わって、これ違う、これは新しい。どうあるよ。こわ。こうね、鶴瓶色が今触ってるのかな。重っ。あの、ここに水入った。水入ったらちゃんとなれよ。井戸の横にある部屋で、あ、ここか。木村徳太郎さんの勉強部屋。幼年徳太郎は2畳ほどの小さい部屋で、ここで後に文武一見となる。すごいね。刀置いてるよ。すごいな。こんなとこで勉強してるんで。昔の人ってすごいね。こういうところでちゃんと勉強してるね。からね、中庭がかっこええな。これがね、昔の米問屋さんの蔵やって、蔵を改造してお手洗いにしてやねて。すごいすごい蔵。なかなか蔵入られへんが、ちょっとお手洗い行ってきます。お手洗いね。お手洗いねけど、なんかこんなんだと蔵なの。これすごいわ。ここをね、改造してお手洗いにしてんねんて。こうね、どうなっても入れますって。左女性で右男性になってねけどね。ちょっと今人おらへんから撮らせてもらいます。こんな感じね。すごいなぁ。ね、みんなこうお手洗いになってるね。ではちょっとお手洗い行ってきます。はい、蔵の中のね、お手洗いをさせていただきました。すごいね、綺麗なお手洗い。そう、あのトイレもね、すごい整備されてて、すっごいね、いい施設。これが無料でね、入れるってすごいなと思ってね。五条市すごいわ。はい、ということでちょっとここにね、入っていって、はい、このね、井戸と新しい井戸をね、下駄置いてやる。入りましょう。すごいね。ちょっと中におらせていただきましょう。失礼します。私を読みの後ご自由に開けてください。手を挟まないでください。まずうちのばあちゃんとこうなっているりね、ここにね、足突っ込んで趣味でね、足やけどするのこれ。昔のね、鹿児島の方に置いた時に、そこ。木村さん、今日ちゃんと見たら間違えた、これ木村さんや。
ブラジル産アメジスト、熊野馬琴市。すごい。和事不動、孔子の言葉で自己の考えがないまま周りと協調するのではなく、一人一人が自分、一人一人が自己の考えを持って協調することで本当の我が生まれる。ただ単にね、協調するだけじゃなく自分の意見を持てと。素晴らしい、すごい。これはちょっと感銘受けるわ。でね、考えなしになんでわかんでもイエスマンでわかんよね。100年前のうちやで、すごいね。2階の暮らしから、わあ、広いの、綺麗の。これね、3年かけて、ね、リフォームっていうか綺麗にしたらしいんだけどね。すごいね、200年前のうちに LED、 いや違って。でも住もうと思ったら住める。これがね、あっちゃんね、日本建築の凄さやと思うね。ちょっと待ってね、開けさせて。すごいな、よいしょ、ね、はい、木村さんの町屋にね、来させていただきました。いや、ちょっといい体験できたな、すごかったわ。よいしょ。かわいい。いや、かきや。こちらは五条市内の70代以上の方々がグループで、あー、作ったものを、すごい綺麗で、ティッシュ入れ、うわ、かわいい。これお願いします。あ、はい。これでお願いします。はい。あ、はい。あ、はい、ありがとう。じゃあ、ありがとうございました。そっち。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、よいしょ。はい、今日はね、五条市の町屋館、木村庄太郎さんのね、生家、ね、昔のね、
あのお家200年ぐらい前、築200年ぐらいのね、まあ、さこれ無料でね見れねえけどね、なかなかすごかったよ、圧巻っていうのね、うん、なかなかこれ200年前のお家に入ることもないしね。でね、中でね、近所のおばあちゃんが作った帯とかね、着物とかのリサイクルで作ったっていうね、ティッシュケースを一個一個買ってきました。はい、また後で紹介します。かわいかったね、すごい冷えよ。はい、ね、さっきの柿をね持ってもらって、また柿持ちながらここから散歩続けていきたいと思います。ちょっと外でね、ということでね、あのね、町屋館からね今日はいただきしました。まあね、ここ本当にね無料でね、朝10時から16時、月曜日閉館、月曜日が祝日の場合は翌日開館、年末年始は25から5日まで、閉館ということなんでね、入場無料でね、すごい貴重なものが見れるんで、ぜひぜひ奈良県来た時は五条市まで足を運んで、このね五条新町の江戸の町並み歩いてみてください。なかなか素晴らしいです。はい、お弁当は、お弁当は柿の葉寿司をぜひぜひ食べてください。柿の葉寿司ってこっちの方の五条とかの方の発祥なんでね、でぜひ吉野五条の発祥の、ね、柿の葉寿司を食べながら、ね、あっちゃん昼ご飯動画ねちょっと前ぐらいにあげてると思うんだけど、河原で食べたあんな感じが楽しいと思います。はい、またね五条はね、西吉野村五条柿畑のね小野町ちゃんもね来てねって言ってるんでね、中村のあっちゃんも来てねって言ってね、ぜひぜひ来てください。我が町宇田にも来てください。はい、ではまた。